夏休みにですね、去年の、震災の後も、それから阪神・淡路の震災の後もですね、ボランティア、学生のボランティアの働く役割がですね、社会の中で大変重要な意味を持ってきました。私は学生のボランティアというのは教育の意味があると思ってますから、ただボランティアするんじゃなくて、そのボランティアを通して学生がどういうふうにしてこの被災地に入り、被災地の人たちの苦しみを知り、痛みを知って、そしてどういうふうにして自己変革を遂げていくのかっていうことに非常に関心があります。で、このボランティアの特色はですね、単体の大学じゃないということです。要するに複数の大学が集まって、そしてそこでさまざまな大学間の経験を寄せ集めながら、むしろ大学に所属しないで学生たちがこうした意義のある活動を共通に持つということが、プロジェクトのですね、特色ですね。学生の中でも、入り込んだ学生たちが2週間、3週間、4週間とこう続けて入り込んでいくうちに、大変な変貌を遂げた。で、その変貌は、例えばうちの大学の学生で言えば、うちの大学の学生しか友達がいなかったけれども、就活に行くと東京で、皆さんが集まってくれる。関西に行くと関西で皆さんが集まってくれるという意味で、人的なネットワークですね、それ学生同士の人的なネットワークが大変広範囲に広がって、学生たちがなかなかボランティアに来れないというのはね、一つには勇気だと思います。勇気がないんだと思います。一歩踏み出さなきゃダメなんだということ。それで、今回こういうふうにして学生たちを連れてきたときに何を経験してもらいたいのか、現場を見てくださいと。現場を経験しない限りは痛みなんて伝わらないんですと。テレビやその他のメディアを通したってですね、痛みは伝わりません。自分の目で体で直接その現場に行った時に初めて痛みが分かってきます。そしてその時に、自分が存在していることが人の役に立つんだという経験をしてもらったならば、必ず変わることができると。その意味で勇気を持って、現場に行こうとする、そういう一歩踏み出しをやってもらいたいなと思います。ためらってはいけないと思っています。